このコーデはペナンの地域史を述べる。ポルトガル人がペナンを発見した16世紀頃、ペナン島はすでに500年間にわたって、対岸のクダ王国のスルタンが治める領地となっていた。ヨーロッパ人では、ポルトガル人が最初に訪れで、ペナンを水の補給地として利用していたが、定住し始めたのはイギリス人であった。クダ王国との戦争の末、 1786年8月11日にイギリスに所有権が移り、以後は1941年の日本領と占領を経て、1957年にはマラヤ連邦に参加して独立する。ペナンの17世紀にはインド洋と南シナ海をつなぐモンスーン貿易が始まっており、ペナン島は航海の補給地としてインドアラブ方面、中国方面からの商人に利用されていた。 16世紀初頭、インドを支配下に置いていたポルトガル人が訪れるようになり、彼らは当時この小島に多くあった植物にちなんで、プロピノと呼んでいた。プロピノとは、貧乏ヤシのことであり、マレー語では、ピコックピナン、後のペナンという名の由来となる。また、マラッカ海峡の航路上に存在する、この、オランダ、フランス、中国、インド、アラビア商人ら、 高新量交易に関わる船舶は安全な港内に停泊し補給をしながら航海に適切な季節風を待っていた。一方ではその商船を狙う海賊もペナンを利用し拠点を構える海賊もあった。ペナンを最初に訪れたイギリス人も主力船エドワード・ボナベンチャー号の船長ジェームズ・ランカスターだった。1592年 ランカスター船長と多くの乗組員は、解決病を患い、ペナに怒りを下ろした。ランカスター船長は回復するまでの数週間を、ペナントで療養し、その様子を日誌に残している。高新療行役の流星とともに、ペナン周辺で猛威を振るった海賊たちだが、ペナントは、クダ王国のスルタンが500年間にわたって療養する地域だったため、1750年。 1786年と二度に渡った。1600年にイギリスが設立したイギリス東インド会社は東、インドでの独占的貿易権を有していた。当初、東インド会社はオランダとの交信量をめぐる争いで敗北してマレー半島から撤退していたが、インドの経営に専念してからは権益の拡大を続ける。1700年代に入ると、 イギリス海軍の流星とオランダの調落が明白になったため、再び東インド会社はマラッカ海峡経由の交易に触手を伸ばしつつあった。しかし、1756年からイギリス本国が始めた七年戦争をはじめとする一連の戦争によりその狙いは頓挫する。フランスが敵大国となったために、マドラスとカントンを結ぶ航路は攻撃にさらされることになった。 特に1782年から1年間にわたってオランダがフランスに占領されるともはやイギリス船舶はオランダ領に逃げ込むことすらできなくなる。東南アジアの大部分の気候地を失ったイギリスはベンガル湾よりも東でモンスーンを回避することができなくなっていた。この情勢でいち早くペナン島に着目したのはイギリスの貿易省フランシス・ライトだった。ライトが最初に ペナン島への開発を提案したのは1771年、オランダ領に寄港するたびに莫大な港湾税を取られることへの状況の改善を期してのことだったが、その時は、インド総督のウォーレン・ヘイスティングスが提案を却下した。しかし、1786年になると、前日の事情により、情勢が一変する。インド総督代理ジョン・マクファーソンによって、下国王から、 ペナントをイギリスへ咀嚼させる契約を結ぶ交渉が、ライトに任せられた。現在のペナンライトは、マレー語、タイ語を使いこなす地域に精通した商人であったため、クダ王国を取り巻く情勢を理解していた。当時、マレー北部には、クダ王国をはじめとして、クランタン、トレンガヌといった王国が存在していたが、すべて北に位置するシャムとビルマから強い圧迫を受けていた。ライトは、 クダのスルタン、アブドゥッターに、両国の侵入に対するイギリス軍の助力を約束し、さらにクダ王国がペナンを介して得ていた、貿易額に相当する、年間3万ドルをペナン賃貸の代償として支払うことを提案した。アブドゥッターはこの条件に概ね満足し、契約の細部の交渉に移る。だが、その時すでにライトは、ペナンへの移民の手はずを整えており、 最終合意前の1786年7月17日、3隻の船に分譲した移民がいい一陣がペナントー東部へ上陸した。移民は民間人とイギリス海軍によって構成されていた。彼らは住居と簡素な砦を建築し、イギリス皇太子の誕生日前日の8月11日にユニオンジャックを掲げ、イギリスの領有を宣言する。それにちなみ、 ライトは、ペナン島の名称を、プリンス・オブ・ウェールズ島と改め、東の岬に形成した、最初の町の名前を、ジョージ三世にちなんで、ジョージタウンと名付けた。植民活動は、島の固い木々に苦しみながらも続けられ、クガのスルタンも屈強な妊婦を援助として、送り出している。だが、当初の合意が果たされないことで、クダ国王とペナン植民地との関係は、 次第に険悪なものになっていく。まず、東インド会社が実際に、スルタンに支払った、年間の賃借料は6000ドルであった。3万ドルの約束だったが、ライトが契約の結果として、東インド会社に要望した額からして1万ドルであり、当初から果たされない約束だった。また、スルタンが最も重要視した、イギリスの援軍も果たされることはなかった。 これは1783年のピット法の成立に伴って東インド会社が政府の支配下になったことにより政府の認可なく戦争につながる契約を締結できなくなったことも一つの理由であったがいずれにしても援軍の約束は果たされなかった東インド会社はさらにライトへ割り当てる予算を削減しライトは8年にわたってわずかな予算で開拓を進め スルタンからの制裁に備えて、インドから傭兵を呼び寄せる政策を取った。1790年、再三の要請にもかかわらず一向に援軍を派遣しない東インド会社へのスルタンの疑念は、決定的なものとなった。スルタンはかつて、オランダを追い払ったこともある、リアウ諸島マラッカ海峡南端のイリアヌン族を招き、ペナントを対岸に軍を派遣する。 スルタンの要求は年間の賃借料を1万ドルとすることと軍事援助の実行であった。だが、この動きは地元の言語を駆使して情報を収集していたライトの知るところとなり、妥協案として1万ドルの支払いのみを受け入れることを提案したが、スルタンはこれを拒否。ライトも武力の行使を決断する。ライトはスイーパーヒー3部隊を4隻の船に乗り込ませ、 対岸へ派遣する。午前4時に、ジョージタウンを出港した、その一軍は上陸するなり、砦を襲撃し、クダ王国の兵を散々に蹴散らした。スイパーヒーの軍団は、砦出二つを焼き払って、対岸を制圧し、スルタンはこの圧力に屈服する。結果、ライトは賃借料6000ドルと、軍事援助の取り消しを勝ち取ったが、クダ王国との確執が残された。軍事で、 ペナン島の支配権を確立したライトであったが、未だペナンに移民したイギリス人の数は少なく、労働者、資本家のいずれもが不足していた。ライトは門戸を広く開き、土地を移民に気前よく提供する方針を固める。そのために言った、最も思い切った政策は、関税の撤廃であるライトは、関税歳入を切り捨てた分の収入を上流しと、 アヘンで補うことにし、1791年までに、島内に生産拠点を設けた。結果、ペナン島の人口は急激に膨張した。特に関税撤廃の効果は高く、中国人、インド人、アラブ人、ペルシャ人や、近隣のシャム、ビルマ、イスラム教国、スマトラ人らをペナンに呼び込むことになった。それらの商人は、一様にオランダの貿易独占に辟易しており、 ペナンへの移住は大掛かりなものだった。この時期、ペナン島の人口は1万人を数えるまでになったが、イギリス人の数は300人ほどであり、それをはるかに上回る多様な民族が集まる交易地となっていた。支配者層を形成する白人がごくわずかな中で、ナイトが選んだ舵取りの方法は、各言語コミュニティごとに代表者を立てて、統治機構に組み入れることだった。 これにより、ペナン島の各コミュニティは特色を失わずに存続していく。また、ライトは本国からの移民を増やすため、インフラの整備に尽力しつつ、カルカッタの総督増え、ペナン島の有用性を強く主張した。それらのペナンの売り込みに奔走していたライトだったが、1794年にマラリアに倒れ、そのまま池を引き取る。ライト没後の1八百年にはペナンは再び、 クダ王国に攻め込み、ペナン島のみならず対岸の海沿いの一帯を支配下に置いて、ウェルズリー州と命名し、ペナンの支配を確実なものにした。ペナンの最大の投資リスクは、オランダとクダ王国だっただけに、この安定化はより公益を活性化させることとなる。また、1805年にはトーマス・ラッフルズがペナンに派遣され、ペナンで積んだ経験が、後のシンガポール建設の参考となった。 目覚ましい商業上の発展を遂げつつあった。ペナンダが1805年に至るまでイギリス本国及び東インド会社からは関税収入のない単なる交易の中継地と見られていた。だが1805年のトラファルガーの海戦によってイギリス艦隊がフランス、スペインの連合艦隊を破るとイギリスは獲得した派遣を確立するために積極的な海軍基地建設に乗り出す。 東インド会社はペナンをマドラス、ボンベイ、カルカッタに匹敵する規模まで発展させ戦略拠点として海軍基地と造船所を建設する方針を固めていた。そのためペナンはペナン管区に設定されて地位的にマドラス管区らと同格に引き上げられるとそれに伴って知事には強化された権限と多額の予算が振り分けられることになった。これによって それまで不足していた英国人の指導者層が次々と島に赴任し、同時にロバート・タウンゼント・ファークワルをはじめとする投資が活性化して島内にプランテーションの建設が推し進められた。プランテーションでの生産された農作物は当初の計画ではヨーロッパ全土に輸出されて東インド会社に利益をもたらす見込みとなっていた。しかしナポレオン・ボナパルトが発動した。 大陸風されによって、香辛料の買い手のつかない状況になり、価格が暴落したことで、ペナンの農業収益は、急激に悪化する。ペナンは関税を撤廃しているために、東インド会社の収益は、ビビタル、農作物収益とマラッカ内陸部から運ばれる、鈴の実のとなり、次第に、東インド会社は、ペナンの経営に見切りをつけていく。東インド会社は、 ペナンへの造船技師の派遣や造船所建設のための資材の搬入を中止し、ペナンに代わる海軍基地を正論島に定めた。農業収入が激減したペナンは、一方ではマラッカ半島北部の戦乱から逃げ出してきたマレー人らの増加と対策としての警察と官僚機構を整備する必要に迫られていた。そのため、ペナン政府は ペナンはそれまでの無関税政策を見直し、他の貿易港同様に関税を設定した。だが、これは最悪のタイミングでの関税の修正だった。当時、ビルマとシャムが本格的な南下を始めており、それまでペナンの貴重な輸出品目だったマラッカ内陸部のスズの採掘が不可能になったことに、加え、オランダの治めるスマトラ島北部で暴動が発生したことがペナンの貿易と、 アヘン、売春、賭博といったペナンの主だった収益に打撃を与えた。そして何よりも1819年にシンガポールが建設されたことが決定だとなる。シンガポールはマラッカ海峡のより重要な位置にあり、その上天然の良好となっていたことと、戦乱の地域から距離を置いていたことから多くの船舶はペナンからしこのペナンの苦境は イギリスがビルマを影響下に組み入れ、スマトラ北部の暴動が鎮圧される1830年頃まで続いた。ペナンは、島内の農業生産の見直し、コーヒーやゴムの栽培も始めつつ、鈴の輸出により一層力を注いでいく。また、この時期の各地で起こった戦乱から逃れるように、マレー人と中国人の移民が増大し、1835年の 人口調査では4万207人のうち1万6435人がマレー人となり、中国人は8651人、インド人は9208人、アラブ人が3000人を占める人口構成となった。このうちインド人の増加は頭打ちとなり、代わって中国人の数がすぐさま2位の座を奪取する。九百五十年代に入る頃には中国系の数が 全体の60%を占めるまでになった。中国人は移民の中でも特に勤勉だったため、イギリス外交官のジョン・クロフォードから、マレー人の2.2倍の働きと評され、単純労働力として、中国人移民が歓迎された。しかし、一方では、中国人は、古参の復権語を話す一団と新山の関東語を話す集団に分かれて、コミュニティを形成し、 1867年の大暴動の火種になってしまう。また、収入を求める政府が移民たちにアヘンを売り、賭博から収入を得ようとしたために治安が悪化し、その維持のために政府はさらなる経費を計上しなければならなかった。この時期、ペナン政府は破産寸前となる。この状況の改革を求めたのは、ペナンに投資し、または移り住んでいるイギリス人たちだった。 彼らは東インド会社の場当たり的な運営のつたなさを指摘し、より効率的な政府への転換を訴えた。東インド会社側でもペナンのもたらす赤字には頭を悩ませており、ペナンの管理区分をペナン管区から総督代理管つ区に引き下げるとともに、東南アジアに広がるペナン、シンガポール、マラッカの植民地は海峡植民地という一つの枠に収められることになった。 ペナンにはそれらの都市が集まる、海峡植民地の成長所在地としての地位が残されたが、シンガポールが発展を続けると1832年に、ペナンは成長所在地の地位を明け渡すことになる。一方、ペナンは海峡植民地の司法面を担当するようになり、同時に官僚組織のスリム化に成功して、長略著しかった時代を脱出する。19世紀後半、 ペナンは再び貿易額が激増した。その要因となったものは蒸気機関の実用化による航行距離の増大と1869年に開かれたスエズ運河による航路の変更だった。これまで希望ミネを回る船はマラッカによらずスんだ海峡を通過して中国へ向かっていた。それがスエズ運河が開通すると航路は ほとんどの船舶がマラッカ海峡を通るようになり、マラッカの重要性は飛躍的に高まった。その中でも石炭を供給できるペナンは最も恩恵を受けた。また、この頃に発明された缶詰は鈴の需要を急激に押し上げ、ペナンは新たな鈴鉱脈の開発に乗り出すとともに、島と対岸に精錬工場を建設して、連日鈴を各地に輸出した。 1900年までに、鈴の輸送を目的とした鉄道も敷設された。農業ではこれまで生産してきたコーヒーが、大暴落して一軸橋に陥るが、変わって、急激に需要が高まりつつあったゴムが主役となり、これもまたペナンに莫大な富をもたらした。1860年から80年間で、貿易収入は2倍になり、文字通り倍増することになる。 イースタンオリエンタルホテル1900年最初のペナンは豊かな遺留地として数多くの著名人を引き寄せた。サマセットモーム、ジョゼフ・コンラッド、ラドヤード・キップリング、ヘルマン・ヘッセラの文豪をはじめ政治家や軍人、植物学者などが悠久や研究の目的でペナンを訪れイースタンオリエンタルホテルなどの高級ホテルに宿泊した。また、異なった。 文化、気候と接する題材は画家の興味を引き、海を題材とした鮮やかな風景画を残した。そのペナンの繁栄は1914年に第一次世界大戦が起こっても変わらなかったが、ドイツ官邸の通商破壊活動によって戦時保険料が高騰し、密かな影を落としていた。また、10月28日には保険料高騰の原因である ドイツ軍の巡洋艦 M デンがペナン港に突入し、停泊中の旧式の巡洋艦を撃沈するという事件によって激しく動揺した。この事件は第一次世界大戦中の唯一のペナンにおける直接的な戦争被害であり、ペナンは戦死した軍人を悼んで異例党を島内に設置している。勃発した第二次世界大戦に対してペナンに戦争に対する危機感はそれほど、 存在しなかった。ペナンは、自らの島と同じ名を持つプリンスオブウェールズを要する、イギリス海軍に全幅の信頼を置き、それだけにプリンスオブウェールズが撃沈されるとあまりにも、無力だった。シンガポールの攻略を進めながら一軍をペナンへ向けた、日本軍に対し、ペナン在住のイギリス人及び親、イギリス的な住人は、自主的に避難を始め、それに続いて、 軍属も島を放棄して撤退してしまう。しかし、ペナントはインドへ向けての重要な戦略拠点であり、逃げ出したペナント守備隊の司令官は、軍法会議の対象となった。こうして1941年12月19日、日本軍は、ほぼ無抵抗で島を占拠することができたが、島を離れ損ねた親、イギリス的な住民は、島の奥へ逃げ込み、日本軍の探索から逃れた。 日本軍はペナン島を占有し、同盟相手のドイツ軍のーボートも、このペナン港をインド東部での補給地として利用し、ーボートン型の行動範囲を著しく増大させた。ペナンブリッジペナンを占拠した日本軍は、1945年9月6日にイギリスに降伏して、ペナンは再びイギリスの元へと戻った。ペナンは戦争後半に、たびたび爆撃を受けたが、 島の中心部であるジョージタウンには損害が少なく、ペナンには再び人が戻り昔の姿を取り戻し始めた。だが、イギリスは1946年に植民地の新たな統治方法を定め、シンガポールを除くペナンを含んだ海峡植民地とマラヤ連邦とマラヤ属国をイギリスの植民地として一つのマラヤ連合にまとめようとする。これに、 真っ向から反発したのは、戦中から抵抗活動を推し進め、独立を目指していたマラヤ共産党だった。たちまち、マラヤ民族解放軍が結成され、その武力による独立運動の結果、1957年にマラヤ連邦は独立を果たした。ペナンもまた連邦に加わり、1963年にはマレーシアの一員となった。 マレーシアの一員として、ようやく戦後の復興に立り上がるペナンだったが、ヨーロッパ人に代わって華僑が経済を握り、政治でもマレーシア家人協会と他党との対立が、深まり民族間の対立が激しくなる。また、マレーシア全体の政常不安がそれを後押しした。 1969年5月13日の5月13日事件は、両者の関係に決定的な破綻をもたらし、1970年まで、マレーシア及び、ペナン政局は混迷のただ中にあった。ペナンは自由港の地位まで失った結果、14.5%という、失業率問題を抱えて、経済の再建に乗り出すことになる。しかし、復興は成功した。 エレクトロニクス製造産業を誘致し、アジアでも有数の生産額を誇るまでになると、経済の基礎を公益から工業へと転換し、島の南側にはペナン国際空港を建設して、経済の活性化を図った。また、復興の象徴として1985年にはペナンブリッジが開通し、島と対岸との行き来が容易になったことで双方に利益をもたらした。 特にバターワースが活用され、今ではマレーシアでも屈指の港として知られている。2004年、ペナンはスマトラ島沖地震により68人の命が失われた。漁港の大部分も津波によって甚大な被害を受け、一時は島の人口のうち1600人が避難生活を強いられることになった。被害額は数千万リンギットにも及んだが、現在は 政府の支援のもと復興の道を歩み出している。ありがとうございます。